はい、こんにちは。獣医師の佐野です。僕は今ですね、3匹の猫飼っています。今みんな若いんですけども、まあ今後とも健康で長生きしてくれることを願っています。僕たち猫の飼い主は猫から幸せをですねもらっていると同時に、猫の命を預かるという大きな責任を負っています。ただ、猫は人と違って言葉を話せません。もし彼らが病気になったとき、その変化に気づいてあげられるのかどうか、不安になるときがあります。もちろん、飼い主によってはですね、すぐに気づく人もいますし、またその変化に気づかずに放置し、猫を重篤な病気にしてしまうこともあります。まあ、特に忙しいこの現代社会において、知らない間にその声なき声を見逃している可能性は非常に高いと思います。中高齢の猫で頻繁に起こる代表的な病気に慢性腎疾患があります。まあ、原因は様々なんですけども、多くの猫は最終的に慢性腎疾患に悩まされます。慢性腎疾患の初期症状は体臭減少や多飲多尿ですが、その他には大きく目立った症状はありません。現在の治療は対処療法が主で、完治させることは困難です。そして一度発症すると、時間の経過とともに腎臓の機能が徐々に低下していくので、早期発見早期治療が非常に重要になってきます。つまり体重減少や多飲多尿を早期発見できれば、早期治療に結びつけることができるんです。そこでハチタマが開発するスマート猫トイレトイレッタは、慢性腎疾患の早期発見早期治療を現実にしてくれる可能性を秘めています。このデバイスは自動的に猫を個別認識し、おしっこやうんちの回数、量、そしてその様子を記録し、その情報がオンラインで瞬時に把握でき、猫のデータベースを構築できるという画期的なアイデアデバイスです。また、多くの獣医さんにとっても、病院に来なくても猫の状態を把握できるという素晴らしいアイテムなんです。このデータベースをモニタリングすることで、飼い主さんに注意喚起やアドバイスが可能になります。もちろん病院嫌いな猫にとっても歓迎されること間違いないでしょう。つまり、猫、飼い主さん、獣医さんの3者が IoT を通じて常につながっていることになります。このハチタマが開発するスマート猫トイレ、トイレッタは、多くの猫ちゃん好きな皆さんが心待ちにしている夢の IoT です。獣医師として、猫の飼い主として、そしてうちの猫たちも、このスマート猫トイレットの完成を心待ちにしています。それではありがとうございました。